2021年7月21日、パキラの剪定、根腐れ幹の除去、土の総入れ替えをしました。パキラの剪定のコツをまずお伝えします。この成長点から新芽が出るので、節の部分から上2センチのところを切ります。伸びて乱れた葉っぱは思い切って剪定します。根腐れして枯れた幹はノコギリで切断しながら取り除きます。元気な幹を傷つけないよう気をつけてくださいね。次は土の入れ替えです。根っこについた土は丁寧に傷つけないように優しく取り除いていきます。鉢底石は水切りネットを使うと次の植え替えの時楽に取り出せます。あれから43日、剪定時期は5月から遅くても7月、今回ギリギリでした。皆さんのお家のパキラも元気に成長しますように。いつもご視聴ありがとうございます。